釣りの問題とかいろいろあるじゃないですか。絶対に話される問題だと思ってて、この1年からで急成長してるわ、はい、そこの要因は何でなの？やっぱり圧倒的、子供の50年ぐらいのアパートに住んでて、バカなりそうやなこれ。おい、何ママ活してんだみたいな。そっち？なんですけど歌舞伎町に来てくるんです。怪しいですよその言い方。夜の歌舞伎町に来てくる。確かに。はい、乾杯。お疲れです。4月6日の中、ミッドナイトサミット会場。華やかですね。いただきます。いただきます。もうすぎて。でもこれ、ちょい焼きですよね。あれ、肩取れて震えるダメや。ああ、もうそれでいいんだ。薬の問題とかいろいろあるじゃん。団体に向けて、絶対に話される問題だと思ってて、その時に、まあ、自分が常にナチュラルの星であったら、うん、みんななんかすごいワクワクするんじゃないかと思って。どこまでいけるのかって。はい。だから、ここに常にナチュラルで挑み続ける価値ってあるんじゃないかと思って。だから、常にナチュラルで挑み続けて、うん、僕の人生でどこまでいけるのかっていうのを、うん、YouTube に収めるのが僕のミッションだと思って。個人的に言うと。はい。それだけ痛くなったらさ、うん、ら絶対に言われてんじゃん、薬の方が。ああ、めっちゃ言われますね。言われるけど、実はもう分かってないなで。最初嬉しいよ。嬉しいです、嬉しいです。そんな言われるなんて思ってなかったんで。分かる分かる。俺もそう、最初嬉しくて、うん、最初殺すって。努力もそうも しないやつが、うん、何言うてんねんっていう話もあるけど、そうですね。まあでも、まあ人によるかな。努力してて、もう必要以上にそういうの気にして、打ち外で分けてしまうしかないしな。うん、まあそれはそれで。あとは、僕の憧れの人たちが FWJ に行ったっていうのも、うん、結構でかくて。それこそ金国さんとか寺島さんとか超大好きで、まあそこの人たちが立っているステージに純粋に立ちたいっていうのがありますね。一ファンとして。なんか盛り上がってるところに行きたいな。うん。やっぱすごい強大な敵がいるから、多分ワクワクするんじゃないかなと思って。なるほどな。はい。明らかに自分よりでかいですからさ、うん、戦ってさ、うん、それでも自分が勝ちすぎて少しも、一流の希望さえあればさ、うん、立ち向かえるやん。はい。それで勝ったらすっ楽しいし。うん。僕は割とやっと絞りがある程度できるようになってきたので、まあ、そこが武器じゃないですけど、自分しかできない武器は多分一つくらいあるだろうということで、まあ、一旦それでどのぐらい今年通用するのかを見て、うん、来年何が課題なのかを考えて、うん、っていうことを毎年やっていこうかなっていう。いやもう本当に前まで絶望出てた時とかは優勝だ優勝だとかって言ってましたけど、うんまあ、口が下げても言えないですよね今は。やっぱすごい人たちをいっぱい知ってるんで。井の中の蛙じゃないですけど、うん、本当に現実を知るとともに、でもそこにそれでワクワクがなくなっちゃう人っているじゃないですか、うん、ああもう俺トップ目指せないかもしれないみたいな人はいると思うんですけど、まだそこに燃えててないしっていう思いで押し上げますね。確かに俺が偉そうに見えないけど、やっぱなんかナスケで伸びしろあるもんな。本当ですか、うん、やっぱなんか筋肉の力と骨格と顔面身長含めて、うん、本当ですか、うん、羨ましい。なんだろうな、ステージででかく見える要件みたいなのが絶対歩きやすい。本当ですか、うん、筋肉の分離度
な。それトレーニングでも変わるけど、うん、どっちかというともう元から筋肉の変え方とか形で変わるから、うん、持って生まれたもんもあるし、たとえますけどね。ナースケはさ、はい、やっぱこの1年からで急成長してるやん、はいはいはい、そこの要因は何でなの自分の中で。今でもさで、ね、一生懸命研究してたよ、はい、やってます、やってますよ。何が起こったの。やっぱり圧倒的パーソナルというか、うん、身近な人にすごい人がいると自分も引き上げられるというか、フィレンツだよ、はい、うん、もうその環境ですね、絶対的に環境な、はい。僕はあくまで頑張ってたけど、うん、ただ一人で頑張ってただけなので、うん、ただ言ったら世界にもっと頑張ってる人がいてみたいな、トップレベルの人に今パーソナル浦島さんにお願いしてて、うん、この人がどんだけ頑張ってるかっていうのを自分と比較した時にやっぱり、ああ勝つだけのことはやっぱやってるんだなって、はい、あるんだなって思ってやっぱ引き上げられました、ね、それこそトレーニングを考え方とかメンタルの持ち方とか、うん、甘かった一生懸命と甘いって共存するもんね。そうですね、はい、自分なりの一生懸命はいなだけで、そうですね、周りが頑張ってると、うん、自分なんてまだまだだし頑張れると思うけど、一人だとやっぱどうしても一人自分で頑張ってると思っちゃってるから、相対でね、はい、それ以上かっても突き抜けられないというのが、確かに。そこからやっぱいろんな人に会いに行こうって決めて、久野さんに僕最初パーソナル受けたんですけど、他の寺島さんにもすごい、ね、はい、ね、うん、憧れてたんで、本当に受けに行って、やっぱ結構マインドが違うというか、全然。そうだよ、はい。どう違う？そうですね、もう。久野さんと寺島さんも違う。同じね、もともと JB のスター。いい意味で何も考えてないんじゃないですけど、寺島さんは。めっちゃ考えてるんですよ、本当に。だけど。動画のまんまやですよ、なんか。はい。天才肌じゃない。そうです。やっぱり睡眠とか考えるじゃないですか、うんうん、睡眠不足とか、うん、食事の時間とか、うんうん、プロテイン取らなきゃとか、うん、そういうのも割ともうそんなに考えなくていいだろうぐらいな、取れなかったからなんでそんなメンタル落ちてるんだみたいな考え方なんですよね。でかい人のメンタルっぽいよねだから、あ、こういう人が勝つメンタルで一生ブレずに、やっぱメンタル系じゃないですか、メンタル系だね、はい、だからブレずに常にハイクオリティのトレーニングを、うん、例えば睡眠不足だからトレーニングもしかしたら強度落ちるかもしれないみたいなマインドも一切ないというかっていう感じなんで、常に最高のトレーニングができますっていう、しますっていうだけは、はい、結局そういう人が勝つんだなと思った時にちょっとついていってみたいと思って、そこからベンチプレスの世界一を取ってる人とか、ベンチを教わりたりとか、それこそ、アユトってこの前、僕でも紹介したことなんですけど、うん、まあ、スクワットでこの前、国体2位になって、そいつにちょっとスクワットを教わってみたりとか、はいはいはい、すごい人はすごいなりにやっぱり、いろんなメンタルと、はい、考え方を持ってて、ベンチプレスですら、練習を1日5時間するらしいんですよ。1位になるのは。そう。もう毎日やるみたいな。なるほどね。はい、俺らの、だって概念のベンチプレス違うもんね。そうです、それですからね。本当に考え方が全て違うなと思って、うん、すごい人たちのことをちょっと吸収したいと思って、たくさん会いに行ったのが大きな違いだったかもしれないです。確かに考えたら俺もサマスタ時代に、そこまでやっぱ細かったよ、うん。で、自分なりに一生懸命、人生でこんなにしんどい思いしたことないぐらい頑張って、筋トレして、そしたけど、初めてパーソナル受けに行ったんよ。まあ、それが湯浅さん。え、あ、そうなんですか。当時の、どうかな、サマス時代から、まあ、FWJ に復帰した後でもあるから、どっちにしてもトップ選手、うん、トップ選手で、そしてパーソナルの時に、こんな甘いトレーニングって言われて、全然ダメだよ、みたいな。あ、そういう感じなんですね。そこで基準値が引き上がって、はいはいはい、自分なりの一生懸命で、レンズ追い込めてなかったんや、みたいな。この先に限界があと3つか4つあるみたいな。わかります、わかります。そっか、って言って、この先になるのか、みたいな。はい、すごいわかります、ね。なるとわかる。うん、ロックリーみたいな感じでさ、白門投稿みたいな感じで死に近づいてるんけど、開け方が分かっていって、もっと先があるっていう、はい、慣れてきたら開けれんのよ、はいはい、ちゃんとしんどいけど、あ、分かります分かります、うん、あ、なるほど、ここまでいけるんだみたいな、はいはいはい、減量もそうやし、はい、減量なんてまさにそうやん、本当にそうです、どこまでいけるかも、ね、やり方間違って、あ、そっち行ったら先に行ったらもう深くまでいけるんですさ、はいはいはい、本当にそうですね、本当に環境ですね、うん、いい環境って何？ナースケの中でいう。いい環境ですか？うん。俺も環境は全てと思うんです。ビジネスも、はい、筋トレも、仕事も、何もかも。いい環境か、難しい質問ですね。環境ってさ、はい、何、それも大事やん。ナースケが変わった理由でもあるし、はい、俺が変わった理由でもあるんだけど、はい、今がナースケが置かれてる環境の中で、一番クリティカルに、はい、これが自分を変えてくれてるな、とか、よくしてくれてるな、は。でも、もしかしたら、うん、
僕とかってもう今株式会社シェフヒットとしてやっていますけど、うん、すっげーベンチャーなんですよ。やっぱり規模もちっちゃいし、そういう規模で言うと、うん、やっぱり必然的に周りのメンバーって常に前を向いてるというか、うん、ああなりたいこうなりたいっていうみんな野望と、うん、そこについてのやりがいと、うん、いくら時間をかけてでもやってやるぐらいなマインド、うん、はいはい、がやっぱ全員いるから、僕もそこのマインドに引き上げられるところもあって、だから僕は今ちょっとそれは当たり前に感じてますけど、もちろん僕が会いに行ってるトップ選手の人たちも全員そうですね、うん、何か膨大な目標があって、はい、そこに向かってずっと向かい続けてる、はい、ひたすらにそういう人たちがいることを僕は結構いい環境だなと思いますけど、やっぱり今見てくださった視聴者さんの中にはサラリーマンの方とかもいつもいて、うん、まあ、そういう大きな組織になった時に仕事は仕事、休みは休みでよく言葉で使われると思うんですけど、そうなった時に、まあ、仕事はもう多分みんな同じ方向向いてないと思うんですよね、うん、とりあえず仕事はやる、うん、お給料もらってるからその分怒られへん範囲でやるって、はい、そうですそうです。だからどっちの組織がいいものを生まれるかというと、うん、同じ人数になった時には絶対にベンチャーの方が強いじゃないですか、うん、みんな前を向いてるんでっていうところにいることが僕は今恵まれてるし、うん、そういう人たちに会いに行ってる、前を向いてる人たちに会いに行ってるっていうのが僕にとってはいい環境なのかなって思うんですよ、ね、やっぱ人だね、人ですね、はい、人もやっぱ同じゴールじゃないけど、はい、ゴールに向かってる姿勢とか推進力とかさ、はい、それ人からしか来ないへん、うん、と思うな。人は本当に不思議ですね。ね、身の回りに3人が自分の、うん、自分みたいな平均かな。はい、なんかそれまさにそうやなと思って、うん、考え方が似てくるやろな。基準値が上がるとか、うん、それはひしひしと感じますね。うん、不思議なもんでさ、はい、例えばうちのスクールの話ってなるんやけど、はい、どういうふうにボディメイクコーチやりましょうみたいな、ノウハウとかはもうこのスクールでポールと学べんねんけどさ、実際ポールできひんわけよ。お金を実際にゼロにして会社員の人が稼ぐとかって。で、そんな無理ですっていう空気感の中で、一人できて、そして二人できたら、なんかみんなでき始めるんですよ。なんか結局、できるが当たり前の基準になって、僕はできるでしょっていうやつやから、あそこができるのかってなったらできる。うん、結局やれる気じゃないけど、やろうとしてるなんか雰囲気とかにいい意味で流されたらいいやん。うん、確かに。それこそ本当にタイムリーな話じゃないですけど、他のいいチームの作り方みたいなのをちょっと見てたんですよ。はい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 。まあ YouTube の要約みたいな感じで僕よく見てるんですけど、経営者なんすけど。いや、まあ、まあやっぱすごい悩んでて、うん、組織が大きくなりにつれて、うん、思わぬ方向に行ったりするじゃないですか、うん、自分が思ってるいい時もあるけど悪い時ももちろんあって、うんうん、悪い時って大体僕のチームの中では、まあ、今言語化やっとできるんですけど、うん、ネガティブなワードを言ってたりとか伝染させるチームをネガティブでっていうのがダメなケースの時が多くて、なんでちょうど動画を見てたら、うん、口調が強い人とか、うん、あとは怠惰な人、うん、あとは常に愚痴、文句を言う人、このパターンの人たちが、まあ、チームの 30-40% のパフォーマンスを下げるって言ってて、うん、はいはい、あ、まさにそうだなとかって思って、まさにそうだだから組織が大きくなるとそういうことは増えるんだなと思うと、しっかりそこの前を向けるような環境を作らないといけないんだなと思って、うん、使う言葉で空気変わる、はい、そうですよね。だから言葉とかも、ナンスケ語を作っていくといいかもしれないね。あ、ナンスケのチームに合う、ふさわしい言葉あったよね、はい。なるほど。難しい課題です。そうね。でさ、なんだかんだビジネスとか、はい、とかで、正しくないことを正しいって言える空気感が必要や、うん。でもそれがさ、ネガティブな人だったら、出てきたらそこで推進止まる、うん。風通しの良さをキープしつつ、うん、ちゃんとなんか推進力をキープする。で、うん、なんか方向性が前向いてるんだとか、うん、俺らは、例えばフィードバック。フィードフォワードだなと思って、うん、それを否定するんじゃなくて、うん、どうしたらもっと良くなるっていう観点でしか指摘をしないとかっていうと、うん、言われても全然良くないですよ、言葉って力、そう、うん、なるほど。その前提を握ると相手のことをこれ気になるなって気遣うよ、はいはい、けど一切気遣うのにこれちゃうでっていう、ちゃうでっていうか、これもっとこうの方が良くない、なるほど。そこのなんか遠慮せずにバチバチ言いながら、うん、確かに。あともう一個僕はなるほどって思ったのが、僕がさっき言った会社で言葉を作ったんですね、うん、初めての一歩を踏むっていうことをやっと言語化できたんですけど、うん、まあ、それをしようと思ったきっかけが、うん、僕の友達がマネーフォワードっていう企業で、うん、おお、お世話になります。確定申告大変ですよ、本当に。マネーフォワードさんのおかげで、そうですよ、なんとか生きてきますよ、はいはい、やっぱりすごい雰囲気がめちゃくちゃいいんですって、会社の新旧のベンチャーでしょ、はい、でしかも金融じゃないですか、うん、結構堅苦しそうな感じするけど、うん、めちゃくちゃ雰囲気が良くて、なん でかっていうとミッションが常にあって、うん、ミッションビジョンバリューに沿った人材しか取らない、
本心でそれを叶えたいと思ってる人材しか取らないっていう話を聞いて、あ、なるほど。ミスやな。これって結構難しいんですよ、うん。多分こうやって言ってるけど、あんま多分理解できる人ってすごい少なくて。うん、しかもそれは、だってどこの企業もさ、それできるならやるよって感じではあるけど、はい、いやそれ最高だね。で、そういう人が、人事はもう本当にそれを見抜けるか見抜けないかだけらしいんですよ。教育じゃなくて、才能の方に、はい、ちゃんと力入れようとして。はい。ミッションがそう向いてるから、例えば僕の会社だと、初めての一歩を共にってことは、やっぱり YouTube って、こういうテロップがあった方がいいよねとか、PFC とかっていうのをもっと細かく説明した方がいいよねっていう、フィードバックをすんなり受けられるというか、人材が。はいはいはい。だから、全然揃ってるもんね。はい。あ、そうだよね。その人のためだもんね、みたいなのがぶれないんで、マヤコって結構辞めてっちゃう人が多いって聞いたんですけど、うん、ミッションに向かって続いてるから、うん、辞めるとしても加速させて辞めるみたいな。うん、なるほどね。組織を。なるほどね。っていうことが多いらしくて、ああ、なるほどなと思って。優秀な人もいい辞め方してくれるし、はい。ミッションがずっと一緒だからね。はい。もう言葉だけじゃなくて気持ちが。はいはいはい。っていうのを聞いて、あ、それは言語化しないとダメだと思って、僕たちの組織は。マジでだって判断するみたいなめちゃくちゃ増えて多いやんか、はい、その時にめっちゃ思うね、何年ミッションの部分があるんですけど、僕もそう思ってますな。いやあ、そっか、コンバス作れたら、はい、ワクワクできるキャンペーンを増やせるとか、でそのなんか自分の中のワクワクで、で経済的場所いろんなところで自由っていうのがすごくキーワードになったりとか、はい、それってでもそれかっこよくなくないみたいな、俺の中でなんか個人ではかっこいいってすごく大事で、判断基準が合理的とかを超えて、それダサいなって思ったらやられるんですよ。そこと個人とは追いついてるから、うん、その集客の仕方ダサくない？そこは難しい判断基準、好き嫌いとかさ、ブランディングとかの観点で、うんうん、そこはしっかりミッションが定まってないと確かに、いやいやいやみたいなのありますよね。ありますよ。何食う？一通り全部美味しかったですね。なあ、原油チゴマンスケが霜降り食べるのとかも食べるし。あ、霜降りや。あ、これか。決めますか。これ来ましたっけ。和牛。これ来ましたっけ。和牛赤身ミックス。和牛赤身ミックス、お一つ。ウーロン茶二つ。ウーロン茶二つ。失礼いたします。でもそもそも、僕がなんかこういう活動したのは、うん、マジで社会人きつって思ってからなんですよ。最初の？はい。マスケを始めたのって、YouTube で4年前ぐらいな。そうですね。もう4年前ぐらいですね。多分同じぐらいかな。あ、そうですね。本当に僕は日清さんの方が多分早い。あ、ぐらい。と思います。インスタ見てたんで、僕。はい。半年、で、そっから、やっぱ始めて半年1年ぐらいで、うん、いつぐらいの、原宿の時って何ですけど、もうどうかな。いや、でも、まだ、あの、本当に狭いところに住んでたんで、まあ、10万とか、ぐらい、インターネットぐらいはな、うん。それこそ、本当に僕、都内で6万ぐらいの子に住んでて、はいはいはい、23区で6万って結構ないんですよ、物件で。ないよね。で、23区さ、はい、23区で。やっぱ会社も今だから言えますけど品川とかだったんで、やっぱり疲弊する。はい、もう高いから周りに住めないじゃないですか。やっぱ初任給なんて知れたもので、1年間生活してみて、もう初任給で絶望しましたね。はい、実際に帰ってくるけどこれみたいな。はい、でこんだけ拘束されて、これしか僕のやりたい仕事かって言われたら今はそうじゃないかもしれないけど、もう1000万って大丈夫ですか。でもう6万家賃を払って、うん、それでもう精一杯というか、全部自炊もしてみたいな、貯金もたまらないしみたいで、その時はさ、はい、楽しみってないか。いやーマジで本当 YouTube 見ることとか、あと筋トレ、それしかないですね。はい、ね、しかなくて、それこそ僕学生の時は多少やっぱ勉強できる方だったんですよ。うんうん、結構大人になったら金持ちになれるかなみたいな、分かるよ、漠然とした未来を描いてたんですけど、うんうん、未来は違ったみたいな。確かにな、はい、それ割と俺も同じかも、はい、あ、分かる。会社員に絶望した。そうですよね、うん、周りも一緒やから、はい、逃げ道はあるけど、まあ、周りも一緒やし、はい、でもなんか自分の理想の生活とか全然できひんよ、うんうん、と楽しそうにしてるやつの時にすごい絶望というか、こんだけ苦労してこんな積み上げてるのに、なんでこいつはこんな一発当てましたみたいな顔して好きなことしてんねんみたいな。確かに確かに。だから人生変えれてやんないとこれ一生変わんないかもしれないなと思って、これはもう何してでも人生変えてやろうみたいな、うん、ちょうどその時に深夜東京の6畳半みたいな夢を見てたみたいな歌が流れてて、
うわ、俺やんみたいな。なるほどね、はい。で、それを聞きながら、もうボロボロの僕、50年ぐらいのアパートに住んでて、うん、そこの廊下から、もうでっかいタワーが見えるわけですよ、うん、タワーマンが。うん、よし、あそこに住んでやるぞ、と思って。いや、下克上だよ。漫画なりそうやな、これ。いやいや、もう何からしたらいいやと思って、で、やっぱ筋トレしか好きじゃなかったんで。萩赤身にしてみてます。半年も半年でした。もう一人前はどこですか？それぐらいかな。はい、はいな、はい。それで筋トレが好きで、YouTube も好きで、うん、それぐらいしかなかったです、本当に。だから、まあ、いつのこと YouTuber になってみたいな気持ちで。YouTube 先やった？その前の SNS は？でも Twitter とかはやってたんですけど。TikTok はまだ遊んでる？まだです。はい、YouTube 先なのかな？はい。で、どうにかしないといけないと思って、常にちょっと発信をしてみようと思って、うん、まあ何もわかんないじゃないですか、うん、この時なんて。うん、まあ、今でこそ、どういう人が見てくれてるとかわかるけど、うん、誰が見てくれてるのかもわかんないし、毎日毎日何かしら動画を作ったりとか、ツイッターで文章を考えたりとか、うん、いろんなことやって、で、ちょっとずつなんか、あ、こういうんだったら、意外とみんな見てくれるんだなとか、知っていって、で、まあ YouTube が徐々に伸び始めてみたいな感じだったんですよ。ちなみに、YouTube の時、で、インスタとか、はい、他のツイッターとかって、はい、もう、ある程度フォロワーさんがいた。ツイッターで言うと多分8000人とか。あ、でも、もちろんおんなん。はい。ちょっとバズったんですよね。その学生の時に。1年間ぐらいで結構体が変わって筋トレ始めて、それのビフォーアフターをやったら、当時あんまりそんなにそういうのを上げてる人が少なくて、で、万バズと言いますか、その時に、あ、これは YouTube やったらもしかしたらこっちに流れてくるんじゃないかみたいな、うん、で変わった秘訣みたいなのやったら、まあ、2、3000回再生ぐらいされて、うん、が始まりでした。このSNSの初めてのバズというか。なんすか、何伸びたんだ。伸びた理由ですか。うん、でも僕がなんかこういうの言うのはあれかもしれないですけど、徹底的にパクりましたね。伸びてる人。あ、まあそういうのか。ね、それで結局ビジネスというリサーチだもんね。はい。リサーチと自己分析だもんね。僕はその時そんなビジネスがどうのとか全然知らなかったんですけど。はい、徹底的にパクってそれを自分のアイデンティティに落とし込んで、あ、そうだねそれだねうまくいく方ね、はい、だから伸びてて自分が面白いなと思った人の真似をするし、ゼロイチとは言いつつも、うん、本当の発想はゼロイチじゃないというか、うん、もうそこに客層を得てね、はい、で多分伸びたと思います。だからもうサムネイルも今でもリサーチしますし、うん、もちろんその当時からなんでこの人が伸びてるけどなんかやっぱいいよなと思ったのを、うん、自分も同じ画角と光とかで考えて、はい、やってましたね。なるほどね。その後に徹底的にパクるという言葉を知りました。 TTP ですね。よく使われますよ、うん、でもそれは天然で、でもね、ガスケと初めて会って生で話をした時に、はい、彼は組んでインフルエンサーになってるんじゃないんやなって分かった。本当ですか。うん、あ、こいつすげえと思ったね。あ、嬉しい。こいつすげえ。すげえと思ってたけどすげえみたいな。嬉しい。なんか考え方とかさ、本当ですか。見えてるものが、うん、最初からそうやったのか、YouTuber ナースケになってから身についたものなのかは分からんけど、もう見えてるものが全然違うし、これすげえって思った。そうなんですね。原宿でデートした時に思った。本当ですか。うん、その時点ですか。うん。嬉しいです。なんだろうね。メタ認知とか得意なのかな。視聴者さんがどう見えるかとか、自分がどう見えるかとか、まあ、どうしてこの人が伸びてるんだろうなっていうのは、まあ、職業病かもしれないんですけど、考えてますね。本質はどこにあるんだろうって。はい。この人が伸びなかった理由もとかも考えますし。わかる。ちょっとさ、俺が伸び悩んでる、俺が伸び悩んでる理由は、わかんのよ。はいはい。サラリーマッチミッシングで、はい、コロナ禍に登場してさ、はいはいはい、肩めっちゃくちゃやってさ、有益な話もするし、会社員やし、その会社員の傍らプロ目指しますって、うん、体もガンガン変わっていくし、うん、それ見るよ、うん、って言ってた人が、うん、今の俺にミヒから、うん、誰も変わったし、増えましたし、うん、でもそこに熱がないのか、うん、もっとさ、どうしていきたいの、難しい。私をプロデュースして、はい、まあ、今、3月後半ぐらいか、はい、今年の12月までに、はい、10万人行かないと、はい、ナースケが死ぬ。ナースケが死ぬ。はい、その時に、はい、その時のミッシーは、うん、ナースケが言われたことを全てちゃんと全力でやりきる前提で、はい、プロデューサーナースケってどうするの？そう、10万、10万で、かつ、ちゃんとファンが残ってる状態。はい、うん、そう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 。なるほど。やっぱり、ミッシーさんと交流関係作るのめっちゃうまいじゃないですか。まあこうやってね、はい、ご飯も作って
かせていただきますね。本当に、いやいやいや、もうありがたいですけど、それで言うとなんか僕は、全員が絶対そうじゃないと思うし、うん、僕も割とこういうできる方だと思ってるけど、うんうん、でも、多分ニッシーさんほど上手くないというか、ニッシーさんほど上手い人は結構少ないと思うんですよね。まあ日本人に大体そうなのかもしれないですけど、で考えた時にやっぱり変な言い方かもしれないですけど、その人たちの同じ属性の人たちと本当に絡み続けるっていうのが現実的にコラボ作戦、コバンザメ作戦、はい、なのかなとは思いますね。だね。それでこそエイトがもうエイト君なんてマジでそれ、うん、プラスもちろん彼の魅力とか、うん、もちろんもちろん本物絵から今存在してるはいるけど、はい、うん、そこの引き上げ、一番難しいタイミングってうまく借景したのね、うん、僕は本当に意図はしてなかったけど、あんなに行くとは思わなかったって意図なし、はい、したらまあすごいな当時本当に仲いいからみたいな感じで、うん、でもそういうあり方もあるんだなって学びましたね、僕は逆に。それってちょっと嬉しいよね、なんか自分で、はい、あこいつの人生、まあ、おこがましいこと言うと変えたじゃないけど、きっかけ作ってこんだけなったら、はい、まあそうですね、エイトもそれだけで、当時本当東京にも引っ越してきてなかったんで、うん、まあ、今は大阪行っちゃいましたけど、うんうんうん、それきっかけで東京にも上京できるぐらいになって、で今仕事できてるって考えると、そうだ、はい、なんか僕は良かったことじゃない、あの時の行動はみたいな改めて思います。大切なお知らせがあります。フィットネスサミット2024というオンラインフォーラムを開催します。フィットネスの魅力を語り尽くす2日間、豪華なゲストをお招きして、 YouTube では話せないような成功の秘訣、人生が変わるようなお話を私が切り込んで皆さんにお届けします。開催は4月6日7日、オンラインで自宅にいながら無料でご参加いただけますので、気になる方はぜひ概要欄をチェックしてみてください。当時はやっぱり、なんか言われてえなみたいな感じでしたけど、まあ今はだいぶ落ち着いて、再生回数とかも当時よりは続きましたけど、ああやっぱり誰かが見てたらどうしようの気持ちがすごい大きくなって、例えばそれこそ筋トレって本当にいろんな角度で炎上するじゃないですか、はい、いろんな角度で、それにもし触れちゃったらどうしようみたいなことをすごいやっぱ繊細に考えるんですね。まあ、特にやっぱナウスケは炎上した時のダメージでかいタイプかな。まあ本当にそう思いますね。やっぱ真っ白やし、うん、俺が、まあ、炎上とか何か分からんけど、うん、別にああそっかあいつ性格悪そうやしなって思われる。まあ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 あいつ金の持ちやしな、キラキのったらなんとかあるけど、ナウスケキラキのったらキャラ変わるよな。そうですね、気付けだからね。確かにね。そうですね、だからそれこそ団体選びとかにめっちゃ気使いますし。いやそうよね、はい、昔のナウスケって60って言ってたかな。今体がついてきて、はい、逆にそこに説得力が出てきたし、突き通せる気がするけど、本当に何も影響力なかったら、普通に FWJ 出る人もいっぱいいるじゃないですか、俺もそう、そのずっと最初に大会一つ選ぶのも大変だなと思ってそれなそんなことをやっぱ考えますね。ありがたいことですけどね、うん、いろんな人が応援してくれるっていうのは、もちろんありがたいことなんですけど、と同時に、ただいいですね、どう解釈したらそうなんだよね、ひどかったね。そういうやつのコメントが目立ってするやん。うん、そこに出なかったら、いじめてる好感度下げてこうって。好感度下げた上で、はい、あ、認められたら強いやんか。うん、はいはいはい。本当、クズな感じ。でもそれが一番楽な気もしますね。うん、別に僕もなんか作ってるわけではないんですけど、でもありたい姿とかさ、あるべき姿みたいな、像に従って生きていかなかったしな。そうですね。みんなの期待されるものも若干やっぱり影響されるし。まあ、それこそ小学校の時、小学校、まあ中学校とか、うん、やっぱ悪いヤンキーが何かいいことしたら褒められるみたいなあるじゃないですか、うん、SNS でもよく聞くし、うん、そういう、うん、まさに僕は多分先生のこうはいはいとかっていうタイプで、なんかちっちゃいことやったら怒られるんだよ、めっちゃそうするタイプよな、はい、ヤンキーが何やっててもやんないのみたいな終わっちゃうのをめちゃくちゃ怒られるタイプだったから、あ多分今もそういう感じなんだろうなみたいな。なんかナースケの中で、うん、今思い浮かぶなんでやでっていう炎上ってなかった？ああ、なんで大小はどうでもいいけど、いやこれで怒られるのおかしないみたいな。ああ、それで言うと、うん、クラファンでちょっと僕燃えたんですよ、クラウドファンディングで。はい、あの時に僕もそれこそ徹底的にパクるを、その時も徹底してたんで、それこそ前例の今古賀翔さんとか明郎さんが、うん、2人が唯一クラウドファンディングで、ね、はい、ジムを建ててて、あ、これはもうちゃんとリターンが受けるものが数値化されてるじゃないですか、うん、
だから、まあ、それの通りに自分に落とし込んでやっていけばいいんだと思って、うん、価格設定とかもいろいろ考えながら、うん、例えば今の自分の影響力を考えると、うん、ああもうちょっと高くしていいなとか、うんうん、そういう値段設定をしながら、うんうん、よしこれならちゃんと初期費用集まるし、うん、全員給料を渡せるし、うん、給料で出したやつが、うん、当時秋尾ブログさんが秋尾を1日貸しますみたいな、はいはいはい、もう1日ような気もする、1日秋尾を自由に使ってくださいみたいな、あそれ何万でした、当時めっちゃ忙しかったんで、うん、よしめっちゃ高くしてやろうと思って、うんうん、75万円でした、うん、おお、いいねいいねいいね、もう1日フルで使えますな、うん、何でも OK ですね、買い物でも、うん、ジムでも、うん、みたいなっていうのを、で、ただ、なんて言うんでしたっけ、そういう。性的なものはダメです。ダメ、うん。はい。っていうのをちゃんと、規約でも書かないといけないんですよ、うん、あるから、うん、もちろん書いて、出したら、うん、おい、何ママ活してんだ、みたいな。そっち？はい。冗談で言ったのに。はい、本当に。そう、はい。で、あ、そういう、僕、燃え方するんだと思って。まあ、色とかやもんな。まあ、そこの要素で、ね、はい。あ、そんなこと思ってるもんねや。そうなんですよね。だから、あ、割とこういう些細なことで結構あれなんだなと思って、でもちろん全部パクってたんじゃないですけど真似してたんで、うん、確かに秋山それ言わへんよなだからまあそれ僕のやっぱ落ち度ですよね自分のことをちゃんと理解してないし、そういう商品を出せなかったって、はいはい、まあ結果的にちょっとぼや騒ぎになって、うん、結局インフがめっちゃバーっていって、うん、おすすめとか乗ったんですよ結果ね、はい、だからまあラッキーだったらラッキーだったんですけど、はい、でもあこれ気をつけないといけないなとは思いました。それでもなんすけどどちらかというと得意な領域の中でちょっとやらかしたから、ね、そうですそうです、はい、初めて多分僕がちゃんとしたビジネスをやろうってなった時だったんで、確かにね、はい、いやもう値段の設定とかも本当にわからないんですよ。それでよく75つけたね。そうですね、うん、20-30にしてしまいそうやそうですね、なそうですね、うん、そこあすごいなって、まあ来なくてもいいかなとは思ってたんですよ、うん、正直、うん、もし来てくれるならもちろんそれリターンしますしちゃんとジムの費用に充てられるんで、うん、それはもう本当ありがたいと思ってたんですけど、うん、っていう感じでやってましたね。当時秋葉さんもそんぐらいの値段設定だったんで、はいはい、もうちょっと低かったと思うんですけど、それはちょっと難しかった、難しい、今考えたら当たり前に炎上するなとは、うん、僕のあれだったらとは思うんですけど、なるほど、ああいい勉強になったなと思って。ちなみにそれは購入者いた、Yes. あの、はい、確かに75の内容をちゃんと出すって言ったら、うん、今俺やったら多分すごく考えたんですよ、75やったら、その場になんか何でもできるをすげえ考えて、うん、ここまでやってもらおうかな、はい、すげえ下準備いるやん、はいはいはい、75回収しようと思ったら、はい、だったら多分楽勝で回収できるから、うん、だけどみんなは多分それ回収、75絶対回収できるっていう感覚ないやん、うん、そうですね、そういう人からしたら75万ギシャカ頼もうじゃんみたいな、はい、そうですね、まあ、当時からクラウドファンディングで割と燃えやすいというか筋トレだとなったんで結構一種の賭けではあったんですけど、でも自分の資金調達の手段がそこしかなかったんで自分の力を発揮できて、でも別になんかせんくても別にできやん、でもやっぱりその時はめっちゃ怖かったっすね、うん、運転資金とかいろいろねキャッシュ残せれば残さなかったし、ね、はい、やっぱり自分がもらってた給料が毎月飛ぶみたいな感覚がまだ抜けなかったんでその時私もいつやってますんで、わかります、はい、そうですよね、はい、だから、怖えなこの挑戦と思って今となっては本当にいろんなお客さん来てくれて、うん、もうやっと3周年迎えるんで自分も、ね、はい、なんとかよかったなと思うんですけど当時はすごい怖かったですね。知ってて知ってです、はい、難しいな、もう何歳の準備以外に絶対ないもう本当に住んでる人しかいないんだよ感じですかねでも大阪いいとこだしね、あ、いいところですか、やっぱり。うん、と思う。うん。まあでも、新宿住めますみたいな、梅田住めますみたいな、ないのも、うん、ああ、好きな人っていいなと思うし。本当ですか、うん。東京とか関東ほど土地勘がないので、うん、オーナーさんと相談しながら、物件の価格とかも決めたんですけど、正、う、味、ん、やっぱり、大阪、なんていうの、100は行ってないんですよ。100回も行ってないんで、うん、何十回とか出てる、うん。もしかしたら何回も行ってないかもしれない、うん。何十回もしたら十分行ってるかと思った。うんで、土地勘もわからんし、うん、どのぐらいの人が通ってるかもわからないんで、まあ、確かにな、俺も東京でって言われてたけどね、確かにそうかも、うん、なんか線のどこが線が強いとかそうやな、はい、自分得意なエリアはあるにしても、うん、そうです、ね、全体感ってわからへんよな、うん、確かに、うん、本当にこれが正解かわかんなかったんですよ、うん、なるほどね、はい、ちょっと出すときわかりました、ね、結構渋いぞそうなんですよ、やっぱ、京都は京都のやっぱエリア向けのマーケットさんがきつい、うん、ナースキーがやってるとしても、はい、多分それだけで人をバーッと来させるのが結構きついから、うん、ちょっと大阪行くもん、
本当ですか。京都から大阪行くけど、大阪とかいろんな地域から京都とか、結構渋い。確かに。この前京都ちょうど行ったんですけど、そういうところであえて行きたい。やっぱちょっと雰囲気違いますね。違う。全然違う。うん、京都、僕、小学校の時に行ったんですけど、修学旅行で。あ、ワイワイって感じじゃないなそうね。夜暗いし。ツンとしてるというか雰囲気が上品というか、そんな感じだから、僕はあんま知らないけど、世界だから。名古屋とかは結局に俺やりやすいかなって思う。ジムとか激戦区だから。僕も名古屋は難しいと聞いて、ちょっと。よそに対して俺優しいイメージだ。ああ、名古屋の。名古屋自体が、名古屋のものを、名古屋って感じ。名古屋発のものに対して、海外でどこどこから来ましたとか、東京でイケてるブランドとかに関しては、逆に、それを名古屋でつけてるわけし、みたいな感じなんだけど、そういう部分が誇りを持ってないじゃん。急にそうなんです、そんなイメージなんで、外から参入って、まあ、当時と比べたら安いって安いかなって思ったりはする、まあ、規模感的にも大きいし、確かに名古屋の栄えてるところは若干東京味も大阪味も感じてるはい、感じましたね。本当にそれでこそ一個悩みがあって、結構ちゃんと仕事について真摯に向き合ってるんですよ、自分。だから、はい、それこそそういう YouTube の見え方もちゃんと考えないといけないなとか、いろんなクリエイティブに対してこだわり癖が強いというか、こだわりがあって、ビジネスについてもしっかり考えて、じゃないとちゃんと回らないと思ってる。って中で、リクルート、めっちゃむずいなと思って。リクルートな3回ぐらい掴んだこれやと思ってから毎回なる。本当にそうなんですよ。難しいよね、はい、リクルートってね。だからもう本当に、しかも仲間を募集したいって時に問いかけたらやっぱすごいやりたいやりたいって言うんですけど、そうやな。でも本当に多分僕のそばにずっと横にいたら、多分嫌いになるんじゃないかっていうぐらい、ずっと考えてるんですよ、同じようなことを。例えば仕事についてもみたいな。でも動画上でやってって言ってないから、多分そこのギャップが、シェイプは楽しいみたいなって多分なってると思うんですよね。でも楽しいことばっかりじゃないじゃないですか、仕事って絶対に。言ったら楽しくない方が長いというか、それで結構、やっぱり苦しむ人が多いんかな、みたいな、っていうのを感じてて。俺結構そこの部分が、割といいのは、結構ズバズバ言ったりとか、めっちゃ思うっすから、イメージ通りっていうか、そう、イメージ通りやし、イメージをちょっと超えてくるんだけど、超えてくるんだけど、やっぱそこに対して多少覚悟を持ってる人やから、そこでズバッとなって、そっかってなったら、割と決まるし、そこの入場制限ポリシーみたいな、リクルートで来た人に対しての最初の課題みたいな、与えた時にすごい大事だって思う。あれじゃん、言ってることと行動が一貫してたとかじゃない。それはでもあるっすね。それに近い。就活とかもそうで、結局みんな頑張ってさ、自分のエピソードとか志望動機、自分の得意とか言う、それでその軸に向かって人生で何を成し遂げてるの、就活に作り上げてたもの嘘くなくて、それバイトリーダーになるとかですね、人にくっつけたりとか、本当になんかこういう風に世界変えたいから、こういう社を目指してますって、1年間カンボジアに行ってボランティアして、こういうだけこういうことをしてみたいな、すげえエピソードを持ったりしたら、本物だったね。結局なんか思いがあったら行動してるし、その行動みんな偽物だなって思うし。確かにマジでむずいっす、人を見るって。本当に僕が一番苦手な分野かもしれないです。難しいよね、はい、でもなんかすげえ得意なつもりでいて、あ、思ってたんと違うってあるし、今俺が思うのはでも前提を揃えるとか、入場制限ポリシーとか、自分を目標としてはこうですよね、するとか。なるほど、できないんだなって。採用がいいのじゃんな、本当にそう思います。採用ありきで教育ってさ、そこずれたら超大変。僕だってね、多分相当ハードル低いですよ、今人材のほうれん草できて嘘つかなくて、はい、遅刻しなくて、あ、そうそうそう、もうそれでいいっていう、スキルじゃなくて、もう、まあでも究極の人間性でもいいんじゃない。なんすけの雰囲気に、周りの人たちに馴染める人で、一番いい人はこの人って決めるのも一つ軸だよね。そうですね。しかもなんか、僕なんて仕事と生活が一緒じゃないですか、全部。わかる。朝から仕事みたいな。寝るまで仕事みたいな。わかる。感じで。なんなら寝るのも仕事やからな。明日のパフォーマンス全部仕事やからな。考えてくると、そこについてくる人って少ないんじゃないかなって、なんか思いますんで。なるほどね。はい。僕なんかもう常にいろんなこと考えちゃうし、それこそベンチャーの人ってそうだと思うんですけど、そこについて偉いというか、仕事は仕事みたいな。という人が多いんで、難しいよね。だからこそむずいっす。そういうこと言われると一気になれるもんで、強要できひんよ、言うて、はい、そうです、ね、しょうがない部分もありますもんね。だから僕は仕事はむしろ遊びじゃないですけど、でもそんぐらいの気持ちで楽しんでやってるんで、
そこの温度感が違うとちょっとあーっとはね、難しいですね、ちょっとそこは。そこも全然揃った人じゃないときついな、うん、それと俺らから教育しにくいというみたいな、そこを強要していけへんというみたいな、お願いします。そうですね、はい、前提で先に伝えて OK もらったら言うてん、なぜ今ここにあなたはいるんですか、それはこういう未来を作るためですよね、うん、それに対して命を燃やすっていう覚悟を持ったって前提で話をしたいって言うと強く言うけど、それなしでなーなーになると、うん、あ、そうだよね、そうですね、最悪そうさせるみたいな、それできてから強く言えるのか、本当ですか、うん、とミッションビジョンバリューができて、うん、そうですよ、あ、こっちの方向での指摘に対して自分も納得感あるし相手も納得感あるし、うん、言い訳できるし、そうですね、でやめるってなった時にやっぱ合わへんからっていうお互いあるから、うん、人間関係ってちょっとずれる、ちゃんと考え方が違うから、うん、だから気持ちよく分かるし、確かに確かに、普通の社会人だと経験できない。そうね、だから仕事しすぎ、夜中まで仕事すんのよって、それはなぜならもうトータル的に健康的でずっと活躍してほしくて、うん、メンタルも健康で頑張るために遊びに行きなさいって逆に言いたいぐらい、うん、逆は嫌やそうですね、働きゃいいと思うし、うん、まあ、割といろんな人が、そうですね、もうそれこそ僕がやってるのはお客さんが、うん、視聴者さんなんで、うん、やっぱ何かしてくれる人に対しては 10% のサービスを返したいって思ってると、うん、適当な仕事やっときゃいい、あの社会人の人が来られても、うん、絶対にそこの気持ちって理解できないっていうか、だから本当にいいものを作りたいっていう、うん、それこそミッションに沿ってる人じゃないと、うん、ダメだって分かってるんですけどね、リクルートが難しい、うん、ラスト一声みたいな、もうとんでもないに来るもんな、本当にそうっすね、うん、難しいです、だから書面じゃ分かんないし、そんな面接できないし、面接でも分かんないしでも一個思うのは、はい、文章書ける強い、そうですか、そう、文章臭いけどあっていい人は時間経ったら崩れる可能性高いんですけど、うん、文章書ける人って、少しずつ時間かけてくれる、時間をかけてちゃんと考えるし、うん、ビジネスが後伸びする感じする、セールスもするかもしれないって、文章書けるってめっちゃ大事な気がする、書かせない、確かにめっちゃ仕事何百字以内とか言うんで、100文字も見たくなったら熱量大事になって分かるそうですね、文章大事、確かにそうですね、時間かかりますし、頑張るそこら辺はもうちょっと伸ばさないといけませんけど、これは本当にワクワクできるかっこいい大人を増やしたいって本当に思ってて、自分も筋トレで人生変わったし、でも筋トレずっと趣味だった時ってちょっと不満あって、体が変わったら人生変わらへん、そこは多分マインドが変わると人生って変わらへん、やっぱ現状絞り切ってたりとかあるやつと全員リスペクトするし、そのしんどいさ、めっちゃお腹減ってさっていう、なんかそのマインドとか生き方とか、それを筋トレと絡めてもうちょっと中心を上げて、この人見てたらモチベーション上がって筋トレも頑張るし、自分も頑張ろうって思われる存在になりたいし、そういう意味でこういうかっこいい人になりたいっていうふうに思ってもらいたくて、そしたら僕だったら、いい例で言うとヒカキンさんじゃないんですけど、あ、 YouTube って夢あるなんで、で多分 YouTube 始める人も多いし、ジム作るってすごい夢あるなんで、あんなにすげえ生活してるとっていうのも確かに夢はあるなと思って、その憧れるじゃないですけど、ワクワクしてるかっこいい男ってどんな生活なのかっていうと、例えばわかんないですけど、もちろん俺はビジネスクラスのみたいなのわかんないですけどとか、こうやってやれてる理由はみたいなところになるのかな、フリーみたいなことね、憧れられたいんだったら憧れられるような見せ方をして、それに振り切れよっていうかなと思いますね。それこそもちろん当たり前のように、僕はそういうのをとちっちゃうからあれですけど、当たり前のようにグリーン車乗って、当たり前のように先ほどビジネス乗って、ええホテル泊まってな、はい、いいホテル泊まってみたいな、こすりこすりやってそれをちゃんとね、はい、その上でさ、はい、その見せ方 で例えばどんな企画を取られますか、でもやっぱり成功者でかつかっこいい男、と僕の発想になっちゃうのはあれですけど、生活を教えてもらったりとか、どういうルーティーンを過ごしてるのかとかもそうだし、例えば1年で1億使う男が過ごしてる1日のルーティーンみたいなのがちょっと気になりますし、で聞いてみたら、まあ、かっけえわみたいな、ね、はい、ただ遊んでるだけじゃないなみたいなそういう人はやっぱ僕も見たいなと思うし、それはちょっとなんかうまく自分にできる、なんか言うと俺会社員のそういう意味ではあるからさ、うん、そうですね、会社員でできる見せ方とか、一日のやっぱり流れってめっちゃみんな気になる、まあですね、いつになってるっていうか、まあそれはさ、ルーティーンだけど、はい、ルーティーンじゃないというか、テーマ決まってるというか、
俺はもうルーティン動画で1日垂れ流しにするか、喋ったりするけど、1日の話と振り返りだけ話すんですと、解説動画に分かれるんだけど、ナスケフって不思議じゃない、生活感もあるような気もするし、生な感じもするし、でも何かについて語りますっていうのが、確かに確かに。何がそのバランスって。いや、僕もちょっとよく分かってないですけど、でも基本全部見せたいみたいな、視聴者さんに。全部見せたくて、もちろん苦労してる部分も見せたいし、これだけ頑張ってるっていうのも知ってもらいたいし、僕たちがただこうやって食ってるこんな塩だってどれだけ大変かっていうっていうのを知ってもらうために YouTube やってるみたいな感じなんで、もちろん一日頑張ってるところをこんな小さな積み重ねでもみたいな。最近気づいたのはやっぱりそのストーリーを知ってないと、じゃあ大会だ SFF やるぞってなって、うん、人はやっぱり集まんないんですよね。ただの初心者の大会じゃんなっちゃうんで、もっと重いな、こんだけ細かくあって、登りはこんだけ細かくあって、これだけ時間かかってみたいなって、やっぱ全然知らないと思う。確かに。俺もナースケと関わってて、はい、それでコンテストをやり始めたってなったらさ、うん、すごいなとかっていう目線でちゃんと見れるけど、うん、何もかかってない人がパッて見て、側だけ見て判断してさ、うん、あー、練習してみてね、つって、うん、とかってなると悔しいから、そこで時間かけてストーリー、どっかに組んで引っ掛けて、あ、こういう流れかと思ったら納得感あるもんね、うん。うん、そうですね。だいぶ話しましたね、うん、a million other people with the same stuff. You really think you're different? Man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible. It's not probable. You're irresponsible. Too many obstacles. You gotta stop it, yo. You gotta take